はい、どうも、こんにちは、はしちょんでございます。てことで、今回は、スーパーマリオブラザーズをやっていきたいと思います。はい。これ十字キーで動かせばいいんで、はい。まあ、これは、敵はちゃんと倒さなきゃいけないんで、はい。で、ここのハテナブロックはいっぱい取っていきましょう。はい。いっぱい叩いていきましょう。で、キノコで大きくなります。はい。キノコで大きくなるんで、で、その後、敵に当たらないように進んでいけばいいんです。はい。早速この喋り方疲れました。はい。はい。よし。で、ここは、まず当たらなければそれでいいんです。はい。当たらなければそれでいいんです。で、まあ、これで、ちっちゃくなっちゃった、はい。で、当たれば今みたいにちっちゃくなるし、で、ちっちゃい状態で当たると、死んでしまいます。マリオが死んでしまいます。はい。はい。で、ジャンプして、とりあえず死ななければ大丈夫なんで、こんな風に死ななければ大丈夫で、B でジャンプできますね。B でジャンプして、で、Yボタンで、ごめんなさい。何もなかったです。はい。はい。っていうことで、次のステージに行きました。はい。次は洞窟のステージらしいですね。はい。よし。そして、ここも、大きくなった状態で、ゴールまで目指していきます。はい。こんな感じですね。はい。で、ここはですね、ちょっと待ってくださいね。このクリボーを倒してから、はい。こうすれば、間違えました。こうすれば、すげえ進めます。はい。ですね。ここはちょっと間違えましたね。はい。まあ、こんな感じで、やっていけば、大丈夫だと思います。で、たまに滑るので気をつけてください。はい。よし。で、はい。これで多分、クリアだと思います。はい。はい。ゴールしました。はい。じゃあ次のステージへ行きましょう。はい。次のステージです。はい。ここは、死んでしまいました。一回死んでしまったので、ゆっくりやっていこうと思います。はい。この赤いノコノコは、なんでもないです。はい、やべ。いい加減キノコが欲しいです。はい。ここは多分キノコだと思うんで、しっかり取っていきましょう。はい。よし。はい。で、大きくなった状態で、行くと、まあ、大体、心の余裕が持てます。はい。こんな感じです。はい。はい。やばい。ということで、はい。そろそろ次のステージです。はい。マリオはですね、1ワールドで4つのステージがあります。で、火の玉は、これは当たると絶対に死にます。はい。4つのステージかける、8面まである、8ワールドまであるんで、32のコースをクリアしなければなりません。バレねえだろ。バレちゃう。よし、バレねえだろ。よし。はい。ここまで来ました。はい。で、ここは火の玉に当たらないようにすれば勝ちです。はい。で、今火の玉が来たってことは、ここにクッパがいます。はい、やべ。はい。今火の玉が飛んできたので、はい。さあ、クッパです。はい。この火の玉に当たらず、クッパに当たらなければ、勝ちです。はい。いい加減にしろよ、お前いい加減にしろよほらオッケーはいこれで終わりですはい皆様いかがだったでしょうかこれを見て少しでもいいと思ったら、スーパーマリオブラザーズやってみてくださいはいってことで、今回は終わりですはいご視聴誠にありがとうございましたもしよろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします次もまた来てねバイバイキーンやばいクソみたいな動画作っちゃったやばい